あなたは違う。あなたの注文は欠けた指を補う代わりにすっぽり手首ごと切り落としてくれとせがんでいるようなもんだ。でも先生には患者を救う義務があるはずだ。安楽死の手助けをする義務まではありませんよ。安楽死？安楽死は大げさすぎる。部分修正ならいつでもお引き受けすると申し上げているでしょ。包帯と同じことじゃないですか。ごまかしの糸が見えすぎてるだけ、余計にグロテスクだ。入れ歯より隙間だらけの虫歯の方がマシかな。入れ歯とは違う。どこが？さあ、どこが違います？よろしい。あくまでもそう固執されるんなら。もう看護婦を呼んでよろしいですね。その代わり、先生に責任を取っていただかなきゃならない。私は妻の顔を私と同じに焼いてしまいます。無論同意していただけるわけですね。後で入れ歯にすればそれで済む程度のことなんだから。まるで子供みたいなことをおっしゃる。あなたほどの社会的地位にある人が。私は妻に拒絶されたんだ。そんな復讐が何の役に立つんです？復讐？とんでもない。先生のお説に従って妻を顔の偏見から解放してやろうというだけのことじゃないですか。おまけに自分自身に対する治療効果もあるはずだ。何と言っても医者に対する信頼ぐらい患者を励ましてくれるものは他にありませんからね。本気かな？本気ですと。本気であろうとなかろうと、とにかく口実にはなりそうだ。私は臆病者だからつい出来のいい口実の方になびいてしまいがちでしてね。まあ刑事事件の関わり合いになるようなことは控えておくとしましょうか。どうしてると？成功するとは思えない。しかし実験的興味からは十分試してみるだけのことはありそうだ。医者としては道義に反することだが、私はあなたに脅迫されたんですからね。ただし一つだけ条件が。今後のあなたの行動を一切報告していただきます。出来上がったマスクはあくまでも治療器具としてお貸しするのであって、お譲りするわけではないんだから。感謝いたします。